はい、それでは今回は以前シリーズとして実況していたキリングフロア2っていうゲームをまた遊んでいきたいなと思っています。前にシリーズでプレイした時は早期アクセスのタイトルとして、まあベータ版みたいな感じだったんですけれども、2016年の11月、先月ですかね、に製品版がリリースされて、パーク、なんか職業みたいなものですかね、パークももう10個に増えてまして、でそれで久しぶりにねちょっと触ってみたら、あれこんな面白かったっけと思ってまたちょっとねキリングフロア熱がちょっと再燃した感じがあったので、ちょっとまたやってみようかなと思っています。以前使ってたアナラリブ、そうですね、日本語化もされてて、遊びやすくなってるんじゃないかなと思います。能力とかもね、以前はちょっと、解説する動画とかを一つ作ってたような気もするんですけれども、もうその心配もなくなって、まあその専門用語が並んでますけれどもまあその辺もちょっとまたあのキリングフロア2動画見たことないっていう方もいるかと思うので、また最初から見ても楽しめるようにいろいろ説明しながらプレイしていきたいと思います。簡単に言うとコープ系の、みんなでね協力していく系の FPS のゲームです。まあ、こういうゾンビみたいなね敵から、生き延びるっていうようなゲームなんですけども、スペシメンっていうね、ちょっとウイルスでおかしくなっちゃった、ウイルスだったかな、なんかの事故、か何かで化学物質かなんかでちょっとおかしくなっちゃった、人たちがちょっとねいろいろ悪いことしてるんで、人間を襲ったりしてるんで、みんなで生き延びるっていうようなゲームになっています。早速ねちょっとプレイしていきたいと思います。それで今回は僕がプレイしてた時から新しく追加されたパークのうちの一つ、ガンスリンガーっていうねパークで遊んでいきたいと思います。なんかいろいろちょっとだけ触ったんですけど、ガンスリンガーがとりあえずなんかねおしゃれでかっこよかったんでプレイしてても楽しかったし、ちょっと紹介がてらこのねパークで戦っていきたいと思います。今ゲームを1から始めるために誰もいないサーバーに入ったんですけど、多分プレイしてたらね誰か来るはずです。よっと準備しておきましょう。多分ねこれもね新しいマップかな、そうですね。でガンスリンガーはどんなパークかっていうと、こう拳銃だけしか武器がないという、まあ、拳銃だけしかっていうかね、拳銃がそのメインのクラスですね。なのでこういう二丁拳銃とか、まあ、普通の拳銃も使えるんですけど、それが専用の武器になってるっていう感じですかね。相変わらずねやっぱりこう頭を打った時えらい気持ちいいんですよね、キリングフロア2。まだまだいるよ。なんで、まあ、キリングフロアの面白いポイントっていうと、やっぱこう誰かと一緒にね、まあ、難しいウェーブを乗り切ったり、こういうスペシメンがね襲ってくる波のことをウェーブっていうんですけど、まあ、それを乗り切ったり、あとやっぱりこう打っててねなんか気持ちよさがあるゲームですね。ほとんど蹴散らしたね、お見事。で一人の時はうん、あんまり大変じゃないかな、一番最初のウェーブだし。でこのウェーブが終わるとお店が開きます。でそのお店で、まあ、自分の欲しい武器を買ったり弾を補充したり、あと防弾チョッキなんかをね買ったりすることができます。で体力の回復はねこの医療注射器ってのがあるんで、これを自分に打ってね体力を回復していきます。どうしようかな、まあ上から買っていこう、まあ、デザートイーグルとかもなんか強いみたいなんですけど、上から買っていこうと思います。で弾がなくなると困りますけど、今んとこ大丈夫かな。よし、で、まあ、この銃をね何買うとか、どの武器選んでいくとかっていうのも、まあ、ちょっとしたポイントにはなってます。二丁拳銃はねこう構え方が二通りあるんですけど、僕はこっちの方が好きですね。
うん、まあ狙いやすいってのもあるんですけど、なんかねこっちの方がおしゃれな気がするんでとにかくね、なんかちょっとねクールですよねこの戦い方は。まあ普通はねなんかライフルとか、うん、あと刀で戦ったりするハンマーとかねするパークもありますし、あと火炎放射器とか使うのもあるし、まあ、そういうのもねなんか機会があれば、うん、紹介したいんですけど、これ最後まで一人ってこともあるかな。とにかく頭をしっかり狙っていく。全然狙えてなかったけどね今ねでリロードがちょっと遅いんで、まあ、この辺の、弾のやりくりとかもうまくやっていくといいかなって感じはします。ガンスリンガーで、ガンスリンガーってか、どのパークにもね特殊能力というかボーナスみたいなのがあるんですけど、ガンスリンガーは足がね、ハスクだ、相手全然避けられなかった。まあああいうのはさっき買ったちょっと強めの武器でさっさと倒してあげた方がいいかもしれないですね。でスペシメンにはねいろんな種類がいて、さっきみたいになんか大砲を撃ってくるやつもいるし、血をね張ってるだけの虫みたいなやつもいます。これですね、クローラーって名前が全部ついてるんですけど。で弱い敵には弾がもったいないんで、この一番初期のね銃を使って処理してあげると、まあ、弾もお金かかるんで節約になります。で左側の画面の説明とかしていくと、一番左上に書いてるのは次に開くお店の位置ですね。でウェーブの下に書いてある大きい数字が、今1って書いてるのがスペシメンがあと1匹、これ倒すとこのウェーブクリアっていうことになります。多分1人入っ、あこれ売ればよかった、この自分のじゃない武器まあね、ガンスリンガー専用じゃない武器に対してはあんまりね強い威力を発揮しないので、仲間と合流したいぞ。でプレイヤーが増えると当たってね、これちょっとひどいな今のプレイヤーが増えると出てくるねスペシメンの数が増えます。あとね集団なんかもありますよ。いい出だしだ、ウォーミングアップとしては上出来だ。これ使ってみる、これ誰の武器かな、コマンドとかかな。まあそのなんていうんですかね、こうパークによってこう得て増えてみたいなのがあって、ガンスリンガーはそうですね、まあ雑魚処理に向いてるんですけど、そういうマシッこう見えない敵とかもね来たりして、ストーカーって言うんですけど、よっちょっとね見えるうちから、あ合流できそう、やめて、頭を打てば、まあ、無力化できます。でも死ぬわけじゃない、ちょっと5秒ぐらい生きてます。よもうすぐトレーナーポットを開けられるよ。左手にいるのはサイレンさんですね、叫び声で攻撃してくるキャラクターです。あの叫び声に当たると肉体にね直接ダメージがあって、防弾チョッキとか着てても貫通する。あとね手榴弾をねかき消すっていう強い能力を持ってたりします。だからそのスペシメン、あのゾンビたちのね能力をちゃんと把握して、どんな、あなんか死にかけてるぞ、大丈夫か、弾薬受け取る、ありがたい。これはねサポートっていうあのクラスのパークの能力ですね、うまく切り抜けた、弾薬を配ってくれる。ポットのところまで来て準備をするんだ。あなんか武器買ってから弾薬受け取ればよかった。こういう時はなんて言うんだそうだ MVP だ、 MVP ありがとう。英語で、あ、じゃあ日本語で話しかけてくれるのもすごいな。また会えて嬉しいわ。音声も日本語つくっていうのは結構商品に血をつけないでくれよ、すごいなと思いますけど。マグナムを買っとこうかな。デザートイーグルで、使わないサウマシンガーを売っておきます。で弾はリボルバーに1
1マガジンもらっておいて、だからね、手榴弾とかも買っていくんですけど、アーマーとかはねまだ大丈夫です。ウェーブ3なんで。もうあまり時間がないよ、早く選びな。よっ、ちょっとね、表現っていうかゲームの表現自体はちょっとグロテスクなんですけど、慣れるとね、なんだろう、なんか気持ちいい音する発泡スチロール打ってるみたいな感じで、ポットの電源を落とさない。あんま何にも思わなくなりますね。よし、仲間と一緒にいよう。あんまり孤立するといいゲームではないです。サポートはね、確かね、ショットガンかな。で、ああいうサイレンとかっていう、あ、倒してくれた。ちょっと早めに処理しとかないといけないやつには、あのマグナムでね、対応してしっかり頭を抜いて、そうか、ハスクは一発でしなかないか。多分ハスクって名前だったと思うけど、なんかこう銃をね、ある程度臨機応変に変えながら、あと電気もつけられます。これがあると結構、あ、だからこういう雑魚なやつはこういうね、一番弱い初期の銃で対応したいかなとか、なんかそんな感じですかね。で、リロードは、まあ、この殴りモーションでね、ちょっとキャンセルすることができたりもするんですけど、まあ、そんな話は、いてててて、おえーってされた。いや、このブロートっていう、デブなキャラクターなんですけど、とりあえず、順調に進んで、今ね、ウェーブ7なんですけどね、いろんな銃の、二丁拳銃スタイルが揃って、なかなかガンスリンガーらしくなってきたのかなと思ってるんですけど、まあ、この辺りから結構ね、大物と呼ばれるような、スペシメンも出てきて、なかなか大変になってくる時期ではあります。時期っていうか。サイレンは頭さっさと飛ばしておきます、マグナムで。多分ね、うまく当たれば頭一発だと思うんですけど、お、大丈夫かな。この虫ね、クローラーって言うんですけど、このちっちゃい虫が、おお、びっくりした。結構厄介ですね。で、ちなみにこのスローモーション、説明してなかったんですけど、敵にね、クリティカルヒットを与えるとゼドタイムって言ってね、スローモーションの時間が流れます。これが、お、このうなり声が合図です。多分このうなり声はフレッシュパウンドの方かな。2種類ね、いるんですけど、その強い大物と呼ばれてるやつが、よっ、ちょっと仲間回復しないとまずいぞ。あ、スクレープの方かな。とりあえずサイレン、あ、でもフレッシュパンズ、あの胸が黄色い変なキャラクター。お、倒してくれた。ショットガンだ、ナイス。多分ショットガンが強いのかな。多分このサポートっていう人が持ってるショットガンが結構強いショットガンかな。だから、あの大物って呼ばれるやつも、お財布くん、しっかり金を落としていってくれよ。お金は落とします。このね、ガンスリンガー処理できるって言われてるんですけど、それがね、レベル10になる時に覚えるスキルで、まあ、効率よく倒せるみたいな感じなんで、今僕ね、ガンスリンガーレベル9なんで、なかなかうまく大物と呼ばれるスペシメンを倒せないでいます。あ、多分ね、このね、なんていう武器だったかな、なんかすごい連射できるショットガンなんですよね、これ。ちょっと高いんですけど、まあ、そのショットガンで大物を倒してもらってるみたいですね。そしてあっという間にラストウェーブですね。10ウェーブ目に入りました。結局2人でずっとやっちゃってたけど。
これが6人とかになるとね、また敵の種類じゃないわ、あの数も増えてね、結構ごちゃごちゃになることもあるんですけど、あ、これはスクレイクさんの声かな。ちょっとねガンスリンガーで一緒にこのサポートの人と一緒に処理するのも慣れてきたような気もしなくはないです。やべ、サイレンがめっちゃいるよっ。サイレンをしっかり処理しとかないと。よし、ナイスナイス、今のはいいぞ。ちょっとどいてください、すいません。後ろで大砲撃ってる子いる。マグナムで2発かな。よし、やばいやばいやば、フレッシュパンド2体もいるけど、あそこちょっと待って、ちょっと待って、あ、これ適当に投げとこうかな。あ、やばくないこれ、ちょっと適当に打った方がいいわこれ。いてて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 、ちょっとおかしなことになってる。多分サイレンも結構やばいっす。あー、ちょっと待って、死んでんのか、死んだかも、パートナーが死んだ模様。ちょっと足元に地雷じゃないわ、爆弾投げて。よし、スクレイク処理。まあ、マグナムをちゃんと撃ってればどうにかなるかな。エイムしっかりしてくれ、頼む。あ、弾ないわ。ちょっとちゃんと撃っといて、サイレンから倒していこう。あ、レベル10になってる、やったね。で、ブロート倒して、あ、これヘッドショットカウンターってやつだ。これがヘッドショットを連続で決めていくとダメージが上がっていくっていう、特殊能力みたいです。だから頭を打つのがすごく大事みたいな、能力かな。で、ボスの時はなかなかヘッドショットを狙えないから、これね、ウェーブごとに変えられるんですけど、このためろから骨折り仕事、パーク武器によるダメージが 20% 増加しっていうね、このガンスリンガーの専用の武器ならダメージが 20% 増加しっていうやつの方がいいみたいですね。ちょっと死んじゃったから、あのサポートの人にお金渡したいんだけど、ちょっと待ってね、今行くから。で、次はね、ボスですね。さっさと選んでくれ、敵がもうすぐ来る。待ってくれ、お金渡す、お金渡す。ボンジュール。自分のお金使ったら渡す渡す渡す。多分ね、サポートの人の強いショットガンがあった方がいいと思うんで、死ぬとね、全部ね、武器落とすってのがこれ辛いところなんですよね。ガンスリンガーとかね、死んだ日には目も当てられないですよ。二丁拳銃って結構お金かかってますからね。休憩は終わりださ、よし、ボスは誰かな。あ、新しいボス、ペイトリアーク。まあ、ワンのね、ボスだったと思うんですけどね、ペイトリアーク。透明になったり、まあ、透明になってこう突っ込んできたりするキャラクターかな。確かね、右手の上の方と頭が弱点だったかな。で、ボスのね、ゲージも出るようになって、ちょっと僕体力回復してないですね、さっきのダメージから。注射打ってもらえなかった。自分で注射打つか。で、雑魚を出してきて、雑魚を処理してる間にペイトリアークの体力回復するんだったかな。で、それを 2,3 回続けて体力を削り切ると勝利ってことになりますね。よっよっと、まあ、注射はね、できれば人に打ってあげた方がいいですね。打ち合った方が。大丈夫かそれ、大丈夫か、大丈夫か、死にかけてない。痛てぇ。雑魚はどうでもいいんだ。もうちょっと人数欲しかったかも。これ人数2人だから体力もちょっと少なめとかってなってるのかな。
これ一人になるのは辛いぞ。はぐれたくない。どこ行った？やばいやばいやばい、死にかけてんじゃん。ちょ撃ってあげる撃ってあげる。よっ、多分もう一回回復するかな。そうですね、回復してます。もう一回撃ってあげるよ。よっ、俺にも撃ってくれって言いたいんだけどその辺は空気を読むしかない。このゲームね、空気を読むゲームでもある。うーわ、何これ、ロケット撃ってきた。やべえ、やっぱあのマグナムがね一番あのダメージ高いんで、マグナムで撃ってあげたいんで。やばい、ちょっと死にそう死にそう。ちょっと待って待って、近くに来てくれないと。はぐれちゃった。ちょっと待って、とりあえず爆弾投げて雑魚処理させて、で他の銃を、あ、もう一回回復する。これラストかな。ちょっと待ってね、あのもうこれ実況できないなクリアする方に気がいってで、クリアできないんじゃない、これ死んじゃいそうな感じがする。いてぇ、負けたちょっとあの寄ってほしかった。まあ一緒にいないとね、やっぱあの注射打ち合えないんで、まあ死んじゃったねで、なんか最後の方にこのアワードって言ってね、まあ、僕がまだまだあのガンスリンガー下手くそってのもあるんですけど、アワードって言ってこう、いろんな統計みたいなものも出るようになりました。ヘッドショット、まあ287回ヘッドショットしたらいいんじゃないって適当に言っておきます。なんかガンスリンガーレベル10になったんで、ちょっとハードもねプレイしてみたいかな。ノーマルこんなありさまなのにって話ですけどマップもいろいろ追加されてるし、だからまたちょっとね、プレイしてみたいと思ってます。ちょっとホームに戻るかな。はい、ということでキリングフロア2をね久しぶりにプレイしてみたんですけれども、またちょっとだけ動画出してるかもしれないです、やっぱやっててね楽しいんで、まあ、見てる人も楽しんでもらえたら嬉しいんですけれども、まあ、その辺はコメント見ながら対応します。はい、ということで今回も動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。